はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。4時を回りました。今日の日経平均は結局マイナス139で終わったんですけどね、その他も大して動いてませんね。目立ったところはどうでしょうね。香港ハンセン相変わらず調子悪いですね、マイナス210と、そんなもんですね。ほんまにね、原油も下がりませんね。ドルウォン攻め合いをやっておりますね。 1342.28 ですね今ね、これ、うん、でも基本弱いですよ。一生懸命頑張ってますけどね。さて日本経済なんですけども、先日4、6月の速報値が出てきました。年率換算で 2.2% と、僕もっと悪いかと思ったんですけど、いやなんとか堅調やんと私はそう思ったんですが、予想は 2.5 だったんですね。取れるから低いやんというふうになってますね。でこのね、年間の GDP の規模に直すとですね、542兆円なんです。でこれはですね、まあ、例えば20年、今から2年ちょい前の1、3月期って、もうこう、コロナが始まったというところですね、1、3月期って544なんですね。で、4、6はですね、コロナで自粛や、緊急事態宣言やみんな家にいろとかいうあの時期が500兆円なんです。んで、その後、7、9が20年ね、528、10、12が536、去年の1、3が534、4、6が537、7、9が534、10、12が539、で、今年の1、3が539、4、6が542。まあ、言うてみればほとんど変わらへんわけです。ふーんと思うでしょ。でもね、皆さん思い出してください。2020年コロナが始まったという時はまだ安倍政権でした。で安倍さんがですね、よっしゃこれは経済対策いくでとか言って、2020年中に第1次と第2次の補正予算を組んで執行しました。その中には皆さん思い出してください、1人当たり10万円というのをもらいましたよね、給付金を。僕ら法人は1社200万円かな、総額で、まあ、あれ随分いろんな不正が出てきてですね、経産省の役人まで不正をしていてですね、大きな話題になりましたけど、1社200万円もらって、その他事業規模というのがありますね。どういうことかと言いますと、私ら法人がですね、銀行融資を受けやすくなったんですね。うちみたいな小さい企業でも500万とか1000万とか借りられるんですよ。そのですね、金利、借り出す金利がですね、ほぼ 0.0 になりました。で、00金利なんてございましてですね、担保0、金利0で1億返しますよとかなって。なんでそれ0にできるかっていうと、政府が 0.1 とか 0.2% を補給してるんですよ。その例えば1億円の 0.1% は10万円ですよね。この10万円を政府予算が出てるんです。その10万円を政府が出すことによって1億円のお金が動くっていうのは、その1億円が事業規模になるわけですね。で補正予算は2020年からですね、21年にかけてですね、3回執行されます。で合わせてですね、安倍さんがお亡くなりになる前に講演でおっしゃってたそうですけども、真水100兆円、事業規模200兆円ですね、という補正予算が組まれたわけで、それを執行したわけですね。それは岸田の世代になってもまだ続いてまして、今年、私どももうあれをなんかまた給付金ナンバー2と受けたりしました。でおよそですね、100兆円以上の真水、真水っていうのは実際のお金ですね、が使われてるんですよ。100兆円使われたということは、どっかにね、この GDP のどっかにその100兆円分がですね、まあおよそ2年ぐらいにわたって使われたわけですから、出てきていいはずやんと。例えば一番お金を使ったのは2020年ですから、例えば2020年にどっかで普通よりも50兆円ぐらい GDP が増えてもいいはずでしょ。全然増えてない2020年ね。
今から2年前で1年前もですね、真水はですね、菅内閣あたりが執行してました。50兆円以上の真水は出てるんですけど、それ増えてていいはずやん、増えてへんで今年もですね、この4、6月期っていうのはですね、法人で100万円もらったとこが多いんですよ。うちの法人も取りましたね、100万円確か、それが出てていいはずやん、出てへんやん。542兆円っつって 2.2%、 年率 2.2% の上昇というのはですね、普段普通に回しててもそれくらい上昇してるはずやん、はずなんですよ、日本経済って。いや、景気が良ければ出ていない。まあだからですね、控えめに見ても合計100兆円のお金がですね、景気対策でこの2年間で使われたにもかかわらずですね、それが GDP の数字になって出てきていないって、どういうことなのどういうことなの、100兆円はどこに消えたんやという話になりますね。それはどこに消えたのかと、まあ、私は想像するしかないんですけども、私がもらったですね、私がもらったというか、私が持っている法人がもらった給付金というのは今まで300万円ありますけども、別に普段のね、秘書に使ってるだけなんですよ。つまりコロナによって売り上げが減ったやんと、減った分をそれで補ったに過ぎないんです。別にその普段の儲けというか、普段の入金以上にですね、そのプラス200万プラス100万が入ってきたら、いや、しゃあ、もっと儲かったね、みたいになるんですけど、全然なってない。むしろ、ああ、これあって助かったわ。ああ、多いなんとかなるわっていう感じなわけですね。つまりですね、日本経済はその100兆円、あるいはプラス100兆円の事業規模ですね、これちょっと金融政策ですけども、を飲み込んでしまって溶かしただけということですね。さらにそこから一歩進めれば、それをしなければどうなってたんやということですね。GDP はマイナス成長に陥ってですね、今頃皆さん不況にあえいでいた。うちも今のですね、現金水筒でマイナス300万やったら、どうないすんねこれって言うてるかもわからないですね。つまりそれだけ日本経済というのは弱い。弱い。でもう玉も切れたんですよ。最後の給付金が今年のですね、前半4、6月ですかぐらいに執行されてるわけであって、それを入れてもなおかつ 2.2% 成長だったということは、これが切れた今7、9月今8月ですけども、何もない状態なんですね。うちもええやん、金足りひんやんなりつつあるわけですよ、はっきり言ってね。そういうことはですね、これから日本経済はですね、給付金がもらえない。まあ、岸ちゃんがそんなことするとは思えないですね。聞く力の岸ちゃんね、財務省の言うことを聞いてばっかりいるんで、多分そういう大胆なことは何もしない。あの人の頭の中にはそういうものは一切ないわけですね。何もしないのが取り柄の岸ちゃんですから、何もしないわけですね。そうすると、このですね、7、9、今、7、8、9と走ってますけども、この後、また10、11、12ってことしはありますね。不況色が強まるんちゃうんかなという気はしますね。その割には日経平均はまだ持ってるというべきなんですね、これ。28,313 という、まだこれ持ってるやんと。もっともっとですね、下がっていくんちゃうんかなと。もう補正予算っていう話もないし、なんだかんだ経済対策一切ないですから、で、物価は上がっていくわけですね。で、皆さんの所得も上がってる兆候は一切ないわけであって、もうそうなると日本経済はシュリンクしていくということになるかも分かりません。不動産市場はまだね、出てきてません、ね、それが若干陰ってきたかなという兆候はありますけども、まあその程度であってですね、まあ不動産は遅行しますんでね、景気に。一番早いのは株価のはずなんですけども、株価はそう悪くないんですね、私が見てる限り。でも今後ですね、円安で得したというような企業のですね、業績が一服すると、ドドドドドッとですね、悪い方へとですね、流れていくんちゃうかなという、そういう気がしてなりませんね。
大丈夫かいなと思いますけどね。でもまあ、あの、ま、間違いなく岸田は何もしないんですよ。もうそれだけは確信をと言いますね。あの、今一生懸命、あの、あれですよ、統一教会のあれに大あらわですですね、そんなあの不器用な岸田がですね、ちょっとそれもやりながら経済対策とか言えるわけじゃないし、あの人もともと経済弱いしというか何もかも弱いし、あの人はね、誰かがこうやれって言われたら入ってやる人間なんですよね。この一番上に立ってしまったわけだって、そういう人が何もせえというと、じわじわじわと今後日本経済はまずくなっていくんちゃうかなと、まあそういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。